トとクリームの上品な甘さで、桃も温室栽培でそんなに上品な甘さ、甘くないということはない。白桃かな、これ。これ2000円以上もするけど、下になんかパイ生地みたいな、もしかして桃のパイも入ったのかもしれない。ご褒美にいいんだ。お山も捨てたもんじゃないんですね。うん、お皿も可愛いし、お店も広々として開放的で可愛いし、うん、おいしい。これはミントかな。でこんな感じで、なんかパイとかもパイ生地が出てきました。たまにはいいですね。クリームと桃とパイ生地がすごい美味しい。このソースはいちごソースでしょうか。とっても美味しい。桃パフ、桃のソースが待ち遠しい。でも夏になったらもっともっと太陽の光を浴びて、もっと美味しい桃パフ食べれますね、きっと。7月8月食べます。中にはジュレみたいなのがあって、いろいろなものがあって、食べ飽きませんよ。中にヨーグルト入ってる、かわいい色くらいて、なんか2000円以上して高いなって思うけど、これは食べるべきですね。なんか友達にもクラシック音楽を教えて、でお母さんもなんか歌って言ってたから、来た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 、うん、おいしい。中はヨーグルトとかもあるから、さっぱりも食べれますね。